どうも、まことです。ちょっと今回は、部下町、相模原店さんに、久しぶりにちょっと遊びに来てます。なんかね、視聴者様のリクエストで、串カツのボトルがなんか部下町さんにあるっていうことで、ちょっと攻略して、やっていきたいと思うので、ちょっと遊びに来ました。ね、バス系メインになると思うんですけど、ちょっとどんな感じで撮れるか、いろいろやってみたいと思います。ちょっとね、どんな感じでいけるか、とりあえずちょっとね、横にしてやっていきたいと思います。ん、お、ちょっと転がっちゃった。少し来ましたね。このまま少し横にしてやってみます。お、いい感じ。ちょっと奥目にして入れたい。よし、入った。これで横になれば。よし、ゲットー。いい感じで取れましたね。串カツ、ゲットレイです。串カツ、もう一回やってみます。もうちょっとね、いい方法で、サクッといける方がきつくないですかね。さっきが、また違う動きになれば面白いけど。一気にね、横にしていく動きになればいいけど、あー、でもあれかな、今。左にちょっと行き過ぎちゃったかな、これ。ちょっとバー手前あたり狙って、手前に少し持ってくる動きが取りたい。よし、来い。よし、ゲットー。いや、いい感じで今、回せましたね。これ、今で良かったかもしれないですね。串カツ、ゲットレイです。基本的にね、このシルベーヌが結構ね、難しいのかなっていう印象やっぱありますよね。ただ、ビニールで巻かれちゃってるんで、結構ね、動きが厳しくなる場合もあるんですけど、どうですかね。なかなかこの重心とかもあって、普通のフィギュアみたいな動きが取りにくいっていう印象がありますね。やっぱりちょっと重心というか真ん中あたり少し狙うイメージで、強制的にちょっと横にしていきたいかなと思うんですけど、そうなんですね。結構ね、狙ってもあまりなかなか行かない場合もちょっとあるんで、どうしようかな。縦だと結構厳しいんですよね。とりあえず右奥狙うイメージで、これで少し進めば、あー、こっからだよな。普通の縦はめになっちゃうと動きが厳しいかもしれないけど、どうかな。あー、ちょっと滑っちゃったりするんですね。あ、でもこれ、あ、いい動きになったかな、ある意味。スライドで狙いたいけど、あんまり狙いすぎると結構怖いですけど。どうかな、これで。あ、もうちょいだったな。変なとこ入ると、結構飛ばしていっちゃうんで、これでどうだろう。いけいけ。うわぁ、入りきらない。ここはいける。つまみ上げてやってみますか。これで手前の殻だけ外したい。よし、ゲット。よし、ゲット。シルベーヌゲットです。やっぱこれ結構強敵ですね。ゲットです。あとパワーとかはちょっとわからないんで、とりあえず真ん中あたり狙ってどういう動きになるか確認してます。
と逆立てはめな感じになっちゃいますけどね。なんかすごい動き方しますね、これ。ちょっと位置的に届かないか。これで一気に回れ。よし、ゲット。韓国、ゲットです。ていうか、なんか中で結構動く感じですね。ゲットです。今度ね、荒巻大将ですね。これ、もうちょっと、まずやっぱり少し、あんまり奥気味狙わないで、真ん中あたり狙ってみて、これどういう動きになるか確認したいですね。やっぱこうなると、一気に斜めになりますね。少し回していければいいけど、ああ、これどうだろうな。少し巻き込みながら。ああ、惜しいな、今。ほぼ今回りそうだったら。ちょっと、ああ、今斜め、ああ、止まっちゃったな。今、あそこ奥かけて、少しスライドっぽくやりたかったんですけどね、修正しながら。ちょっとそこら辺狙って、左のね、ギリギリアームだけ狙って、ああ、行かなかったな。手前狙って行くかな。なんか行かないな。またちょっとこの形に戻ってましたね。もう今少し沈んでるんで、左アーム寄せて、少しこれで落とせればと思うんですけどね。よし、ゲットで落とせればと思うんですけどね。よし、ゲット荒巻ゲットです。おやつカルパスですね。少し前に出てくるね、動きが出ればいいんですけど。よし、斜めになった。これで斜めに飛び出したんで、結構変な風に滑りそうな雰囲気ありますけど。よし、来い来い来い、これで。手前に来い。あと1回かな。右の方がね、ギリギリ高さまだあるんで、そこ狙うしかないだろうけど。高さがね、来てくれるか。これで、手前に来い。カルパスね、ゲットです。ショットパンチね、狙ってきます。パンチウサギ結構人気ですよね。どうかな、普通にやった方がいいのか、ちょっと隙間とか狙ってみた方がいいか、あれですけどね、入れば。あ、結構奥まで入りましたね。これ引っ張ってこれるかな、持ち上げて、こい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 。来たかな、来たかな。よし、来たか。よし、ゲットパンチ、ゲットでいいよりか。石か橋か、狙えるところをど真ん中掴んでみて、強制的に少し動きを出させるしかないかも。そうですね、ただちょっとこれが微妙なハマり方になっちゃうな。これ持ち上げて少しいい動きが出るかどうかの動きになるかもしれないですね。持ち上げちゃう、一気に。どうかな、手前に来るね、ちょっとアクションも今取れてないですね。チューブとの相性があるんで、少し引っ張ってこれればいいけど。来い来い来い。うわー、今のアクションが取れればな。よし、来い。うわーっと1回結構かかるなって感じ。あ、これで奥だけ外したい。よし、ゲット。チョコパイですね。ピンクチューブの相性が光って、少しハマると厳しくなりますね。なんかね、うちのお箱がチップスターめっちゃ好きで、なんか特にこの薄塩味がなんか好きらしいですね。個人的にはね、この海苔塩は結構好きなんですけど、
皆さん好きなヒップスターとかありますかね。大体もうポリ行ったら、あのゲーセン行ったらヒップスターちょっと狙っちゃうんですけどね。どうだろう、右で引っ張って奥に行くかな、これ。あ、でもいい動きに、もうちょっとなったら行くけど、ちょっと奥の方もね、狙ってやってみますか。ちょっとここでこの辺から狙ってみて、一気に横になればいいですけど、来い来い来い。あ、惜しい。奥って見えないから狙いにくい感じしますよね。まあ慣れてくれば大体どの辺に入るかっていうのはなんとなく感覚では分かってるんですけど、あれ天満狙ってますか。一気に放り投げてくれればいいけど、あー惜しかったと今の。普通に奥狙ってますか。これでそのまんま手前少し持ってくるようなイメージでくれば、よし、ゲットーン。スターのね、薄塩味ゲットレイです。とりあえずね、奥少し狙ってみて、手前にバーに当てるようなイメージで一気に横にする。微妙なね、アップルになってきちゃいましたけど、移動制限もあるんで、で今度は少し手前狙って横にしていく。うまくね、左アームがかかればいいんですけど、うん、角度がね、ついてきちゃうと動きが出にくくなったりしますけどね。ね、少し奥狙って手前に少し来るようなアクションで、よし、ゲット。あんな感じで手前動かなかったら少し後ろやってみてもいいかもしれないですね。ゲットです。ます。これどうかな、これで、うん、ような感じで、これで手前の方に倒れかんくればね、いいですけど、はい、はい、あ、惜しい。来い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 、倒れろ。よし、ゲットゲットです。次ね、個人的に好きなのり塩、ちょっと同じ手でできます。奥狙ってバーに開けると多分いいアクション取れるみたいなんで、ちょっと左の台より右の台の方がいいかもしれないですね、これ動きが。あ、そうですね、これで次右アームをうまく、あ、そうですね、右アームをこう干渉させながらというか一緒に持ってくると倒れてくれると思うんで、それが出たら結構いい感じになりますけど、もうちょい寄せやすいやつかな。どうだろう、倒れろ倒れろ。あー惜しい。やっぱ橋にはめないっていうのはやっぱりなるべくやってった方がやっぱコツですかね。もうこれ引っ張ってくる、ギリギリ狙って右アームのサポートをちょっと入れた方がいいです。来い来い来い、よし、ゲット。来い来い来い、よし、ゲット。今度ね、のり塩ゲットです。ちょっといろいろ遊んでみました。串カツもね、一応うまく取れましたしね、なんかぬいぐるみとか久しぶりにちょっとフィギュアも少しやってみたりもしました。ちょっとね、全部動画にちょっと上げられるかわかんないんですけど、なんかいろいろ取れて、あの今回楽しく遊べたかなと思います。個人的にはチップスターと串カツ結構設定的にはおすすめでした。ぜひ皆さんもちょっと来られた際にはいろいろ遊んでみてはいかがでしょうか。それじゃあよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。それじゃあバイバイ。